ことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、初見攻略やっていきましょう。ここからですか。見たことあるかもしれないね。追い打ち入れとけ。輝きとかも、良さそうだけども、いいんじゃないですか、追い打ちで。オッケー、戦いやすいね。敵は多いんだろうね、多分。おそらく多い。危ない。さあ、いいね。多分もう出ない。終わりでしょう。はいはいはい。で、1階から結構矢が出てきてくれて嬉しい。もうすでに170発。いい感じですね。次は、そうね。種。で、ここか。ああ、いいんじゃない?いいんじゃない?オッケー。いいんじゃないですか?危ねえ。やっぱ種が結構役に立つかもしれない、ここは。よし。いいね、いいね、いいね、いいね。種は再使用時間と、隙がないっていうのはやっぱいいよね。OK! もう終わりじゃない?そろそろ。よし。もう楽勝。2回クリア、次。そんな難しくないかもね。前回が難しかったんで。あー、なるほど。闇のアーマーいいけども、火力減るからまだやめとこう。火力が減るのはちょっと勘弁なんだよね。よし。いや、いけないか。無理か。無理か。まあ、しょうがない。はあ、なんか防具になんかいいのがあった気がする。ああ、霊気あるじゃん。いや、いいやいいや、とりあえずいい。行くぞ。 OKOK、 いいんじゃないですか。よし。やっぱいいね、クールダウンついてなくても種は使い放題なんで、すごく戦いやすい。よし、バリー。待て、あっまあいいや、 OKOK。 HP これぐらいでもまあ大丈夫でしょ。 OK。 おお、意外といるぞ。意外と多い。はい、おしまい。戦う場所が良かったね。氷が壊れてくれるんでやりやすい。ここはいらないかな。羽はあるけど。おっと、ちょっと待って、ここ結構めんどくさいとこじゃない。待て。よし、ちょっと待って、強力なやつがいるぞ。よし、危ねえ。待て待て待て、多いよ。 OK。 よし、 OK。 いいね。やっぱ敵は多い。ほんと敵多い。最近のタワー敵多いのよね。で、今回ももちろんかなりの数になりそう。あ、いや、こっち側そうでもないぞ。あ、もう終わりか。あー、最初すごい出るけど、あとは全然続かないっていう感じね。まあいいでしょう。次。なるほど。耐久力下がるし、まだいいかな。
で、ここね、かなり難しい場所だけども、どうでしょう。あー、ミスった。もう段差。オッケーオッケー。もう待て待て。よし、オッケー。待て待て、おい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 、待ちなさい待ちなさい。危な危な危な。よし、危ねえ危ねえ。あ、でも大丈夫ね。うんうん、クリーパーちょっと出るけど、まあちょっと気をつけていけば大丈夫そうです。おお、誕生と終焉、エンチャ微妙なんだよね。クレームは変えようか。ちょっとあっちエンチャ微妙です。8と吸血ぐらいでいいかな、まあ、こんなもんでいいでしょう。で、防具に霊気を2入れときましょう。さあ、どんな感じになる。 OKOKOK。 よし、いいねいいね、8いいよやっぱり。よし、 OK。 危ない危ない危ない、逃げろ逃げろ。あら、こいつはってことはソウル系をつけてりゃちょっと良かったな。もったいないね。なんか終わり。敵自体は少ない。あ、まさかのまさかの。ちょっと待って、これボーンクラブが絶対いい。ああ、あー、ちょっとミスったな。まあいいか。吸血8、追い打ちだね。いや、めちゃくちゃいいじゃん。このボーンクラブすごいいいよ。で、次で、なんか防具かなんか来てくれれば、嬉しいかな。うい。やっぱ強い。やはり強い。もうボーンクラブ最高だ。ああ、まあまあ、敵はそれなりに出るかもしれないけど問題なし。 OK、 終わり。あれ、まだいる。ああ、そんなところにいたんかい。はい、7回終了。で、次が商人だったよね、確かね。だね。あーん、ヌスットに変えて、いやー怪しいな。やめとこう。うん、エリクサーでいきます。何、あ、ユニークだったか。ならヌスットでもよかったか。まあいい、傭兵を反逆者に変えときましょう。まあ、これでも全然いいんじゃないですか。で、ボスはまだと。はい。ならば、霊気は3まで入れとけ。これで相当強くなる。しゃあ。うん、確かにあのね、ヌスットは、かなり魅力的だったよね。電車がそれなりに良かったんで。あれは使えたな。よし、 OK。 ユニークじゃなかったらね、ちょっと耐久力がなと思ったんだけども、ユニークでしたね。 OK、 終わり。いや、楽勝だよ今シーズン。結構楽勝。いらん。あ、で、ボス落とせる場所がある。の、いや、これはちょっと伸びじゃないか。
あ、違う。伸びちゃった。伸びちゃった。落とす。OK。OK、OK、OK。じゃあ、おお、いいね。めちゃくちゃダメージある。え、最高。おあ、え？あー、いやいやいや。エンチャは良くない。エンチャそんな良くないね。いや、むしろ、これもう反逆者のまんま行った方が、正解だったかもしんないね。こっちでも全然良かったか。最後まで使えそうだし。よし。いや、 やっぱ霊気いいもんね。よし。あんま出ないか。ここまで敵は多くない。オゲイ。いいんじゃないかな。いいんじゃない。強い。あ、待って待って待って。落ちたい落ちたい。よし。いやー、順調だね。あ、ここはもうドラだよ。ドラで、どんな感じだい。敵は多分そう大したことはなさそう。いや、出ない。あ、やめて。よいしょ。全然大したことない。装備がいいからか。おい、風使いもいるけど大したことはありません。取れなかった。まあいいや。終わり？終わりか。余裕すぎ。ヘビークロスボウを一応持っていって矢を増やす感じにしようか。いや、いらんいらんいらん。あー、まあまあ持て。エンチャポイント1もったいないかなと思うけども、まあいいでしょう。 OK、 いいね。いいんじゃないですか。 OK。めんどくせえなこいつら。よし。まあ、凍結しても反逆者持ってるんでそこまで影響はないか。うん、思ったほどの影響はないと思います。で、こっち来い。 OK。 意外と多いな。意外と多いで、ヘビーに装備変えて110発か。いきなり減ったね。まあそりゃそうよね。あれものすげえ使うから仕方ない。終わり。いや、上にいた。はい、おしまい。いいんじゃないですか。13回。釣り竿もある。いらんね。よしよしよし。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。倒していこうか。倒していこう。うん、後で倒すっていうのも全然ありですけども。よいしょ。倒して、な、中に OK。 蜂を出したかった。よし。あ、ダメだな。もう倒せない中は。まあいいや。いけ。あぶねえ。いけたな。まあいいか。よし。まあまあ安全に落ちないよね。おい、バカ。思いっきり当たってる。
よし、オーケー、いいんじゃないですか。終わり。あ、でここでもボーンクラブ、あ、変えようか。吸血がついてないけど、うん、十分な強さ、オッケー、いいんじゃないですか。追い打ちかな。追い打ちとエコー面白そうね。追い打ちエコーの、まあ無難にエイリー行きましょう。ボーンクラブエコーはなんか良さそう。ビシビシっていくんでね。あ、ちょっと隙はできるか。まあ若干隙はできるけども、まあボス戦とかにはいいかもしんない。いいね、いいよいいよ。いや、あんま良くないか。空振りするね、結構空振りする。まあまあいいでしょう、いらん。おお、でここよし。あ、いや、この空振りがあんま良くねえな。あぶね、空振り良くない。よし、待て待て待て、これよろしくないぞ。よろしくね。よし、あー、エコーミスった。でもなんとかしよう。うん、これエコーを入れてもいいけど、これね、入れすぎるとダメだわ。1でいい。これは変えよう。あ、蜂を置いて行こう。ある程度倒してくれるだろうし、いいんじゃない、いいんじゃない。おーい、よし、開けた。ああ、あの蜂意外と役に立ってくれる。なんか前もこれやった気がする。うん、なんか覚えてるな。蜂を出してあっちに行くっていうやつ、なんかやった気がする。あ、ジオマンさん来い。よし、あー、 HP 高いやつにはエコーいいね。高いやつには。おお、発光するイカ、珍しい。でも、うん、次の商人で反逆者あげれば十分強いし、これエンチャントあんま良くないんでね。 OK、 防具あげましょう。なんだ、パワー107。うん、もうこれで最後までいけるはず。で、ここね、はいはいはい、真ん中に蜂出しとくか。おい、ちょっと危ねえぞ。あぶねえ、まさかエンチャンターが結構出るとは思わなかった。あれだね、霊気がかなりいい感じ。霊気がいい感じだから、見た目も抑えれてすごくやりやすい。 OK、 いいね。いや、これカバン絶対当たりだ。あ、終わり。カバンめちゃくちゃいい。あー、変えよう。まあ、どっちでもいいけども、ハープの方が慣れてるんでハープにします。
OK。で、エンジャーで、追い打ちを入れて、虚無だろうね。あ、ちょっと待って、蜂が入ってる？あ、蜂ないか。うん、虚無だ。OK、OK、OK、OK。あ、これいい感じじゃない？なんだ？ちょっと待ってよ。こいつを、あ、もう当てさせて。ダメだ切れる。ダメだ。うまいこといくかと思いきや全然うまいこといかん。よし、 OK。 あ、ドラ使え。ドラ使ってね。よし、オッケー、こいつに関してはエコーがあってよかった。エコーで結構ダメージ入るね。あー、ユニークがもうないんで無知はいりません。いらないんだよな。次、いや、矢が590本。あー、これヘビークロスボウにしていったから結構増えたんだな。おお、よかったよかった。でも500本も使わないだろうけどね。 OK、 全然汚れでもよかったな。でこの辺に蜂を置いててあげるといいような気がする。うん、なんか適当に倒してくれそうな気がする。 OK、よし、ちょっと足を速くして。え、あっちの蜂役に立ってる？役に立ってないな。敵出なかったね。愛のメダル欲しい。愛のメダル大好きなんですよ。持っていけ。もね、十分いいんですけど、ちょっとあの虚無の邪魔になったりするのでこれでいこう。 OK、 いいね。エコーいい時はいいよね。うん、でもなんか囲まれた時はあんまり良くなさそう。ちょっと2回目振るのがだいぶ隙ができる。はい、終わりかな。いいね、よっしゃあ、いいね。あ、やっぱ反逆者がいいな。うん、反逆者の攻撃速度アップめちゃくちゃいい。いけ、おお、めちゃくちゃいるぞ。でも問題なし。パワーポーション使ってるんでね、問題ない。あ、でもやっぱエコーが良くなかった。エコーをなんか別のやつにね、次行くときには変えていきましょう。それが良くないで22。おお、もうそろそろ終わりじゃないですか。難易度はほんとね、今回そんなに高くありません。いらん。あー、羽ぴょんできるか。でもなんかアーティファクトがそんなに羽に向いてるやつがなかったんで、なくてもいいかな。はい、クリーパーの時がちょっとエコー出たら怖いか。いけ、ナイスナイス。あ、ここのクリーパーちょっとこれ、よし、 OK、 パワーポーション取ればもう怖いもんなし。23回終了。次、ここもいらんかな。あー、武器虚無はちょっと欲しいけども、あれじゃないんだ。
オッケー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 、いいいいよいいよ、ナイス。特に問題はなさそうね。よっしゃ、アイメダルもあるし、そんな強くないし、でもなんかこれボスが何が来るかによるよね。それでちょっと装備を変えていきたい、うん、このボーンクラブで雑魚戦は全然余裕なのよ、めちゃくちゃ余裕だけど、ボス戦が気になるところよね。どんなやつが来るか。余裕すぎる。ああ倒してんのか。いやいい感じだわ、いい感じ。あーいやいや、久しぶり見た殺戮、久しぶりだね。弱いんだけどね。まあいきます。なんかエンチャ入れる。まあこれで火力をちょっと上げるか。んでこっちにヒューズいいよね。クリティカルもいいけど、まあヒューズでいきましょう。行くぞ。エイリが入って若干倒しやすくなったとは思う。もうちょっとパワー不足になってきてるんでね、そこをエイリでカバーできたらいいかな。 OK。ナイス。あっちはもう任せて OK。 こっち側絶対いるね。よし、はい、ヒューズが発動。あぶね、あぶない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 、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、めちゃくちゃあぶねえ。じゃあ結構減ったな。よし、蜂だったらもうちょっと安全だったかもね。蜂だったらもう少し安全にいけたかも。でもこの25回結構敵多い。うん、敵多いし多分囲まれやすいんで注意は必要ですね、この25回。おしまい。まあまあでも全然いけるレベルか。エンチャンターの書、あーなるほどね。ここは多分クリーパーネクロマンサーが結構出てきてくれるんじゃない。おお、いきなりネクロ、いけ、いいね、いいよいいよ、相性がいい。ああもう終わった。よし、おお、いいね。そうか、ヒューズだから適当に壁打ちしとけば爆発してくれていいのか。よし、ナイス、いいね。おお、いけ、倒せる。なんかちょっと微妙な感じになった。26回終了。もう少し。パワーシェイカー変える？うん、シェイカーかな。
キノコでも全然良さそうですけども、ここはシェイカーに変えていきましょう。うまい、あぶね、よし、いいんじゃないですか。あ、嫌な敵おるな。結構このステージは難しくなるか。いや、そうでもない。うん、普通に弓打っていけば全然いける感じかだね。あぶねえ、ちょっと待って、危な、至近距離で思いっきり反射食らった。あー、弓変えようか。弓をちょっと強くしていきましょう。長弾と毒の雲を入れとけ。弱体化もいいけどね。あ、弱体化1入れよっか。で、金細工で、ボーンクラブを上げちゃいましょう。120。うん、最高だね。エコ、うん、ほんと、エコーがちょっと失敗だったかな。エコーがちょっと失敗。で、まあまあ、ボス戦次第では、入れていきゃ強いだろうし。お、いいね。いいよいいよ。あ、ここはもう間違いない。これこのバーストめちゃくちゃ強い。うん、長弾毒の雲でめちゃくちゃいい。これ打っとくだけで勝てるじゃん。オッケーオッケー。毒の雲との相性がいいのよね。オッケー。で、しかもパワーポーション入ってるから、終わった楽勝すぎる。で、もうボスですね。 OK、箱は取らなくて OK です。いらんね。うん、あ、虚無がついてる無知があるけども、まあまあまあ、いらないでしょう。何が来る。あ、できれば影が欲しかったけども、まあ仕方ないですね。なんだ、お、2体か。おお、これエコーよかった最後の最後はなんかエコーが役に立った気がする。どうだ。お、しだれいらない。お、爆発さんいらん。いまいちですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。